どうもルイです。今回はですねストリートファイターデュエルやっていきたいと思います。ようやくね15の40をクリアして、まあ占いですね、まあ、ガチャの方ようやく解放されたと。これが本当に長かった。で今回ね40連チケットあるので、まあ40連回していこうかなという感じで、占いでまあファイターをね選択できるということで、まあベガかサガットかなというところなんですけど、まあ自分ベガ持ってないんでね、普通にベガを選択するという感じですね。でまあ提供割合の方なんですけど、まあ選択したファイターが 2% で出てきますよと。で3万ダイヤですかね、3万ダイヤが 0.010% で当たるという感じですね。で、その他が 97.99% という感じになってますと。で、どうやらこの占いガチャ結構皆さんね、神引きしていて、結構最初の10連はベガ当たりますよとかいう話をよく聞くんですが、まあ、ようやく本当かどうかっていうのをね、検証自分でできるという感じですね。さあ、まあ40連なんですけど、回していきますか。とりあえずベガ欲しいですね。さあ、お願いしますと。さあ、どんな感じ？あ、これ、あれですかね。やっぱり、これベガじゃないですか。やっぱり最初の10連目はベガ確定。あ、っぽいですね。最初の10連はまあベガ確定っぽいですね。まあまあありがとうございますと。ということで、まあベガは1体ゲットできたので、次サガットにしてね、これでちょっと30連チャレンジしていこうかなと思いますと。でサガットの方もちょっと1体欲しいので回していきましょうか。さあ、おね提供割合は変わらず、ファイターのみが変わったって感じですね。さあ行きましょう。お、あ、出てないわ。一瞬出たかなと思ったっすね。そんな神引かないか。さすがにね。30連目。さあ、来い。よしよしよし。よしよし。これは来たんじゃないか。さあ、どうだ。OK。よし。これは完璧でしょう。ありがとうございますと。で、サガットゲットできたので、ベガに戻します。ベガをポツっていくと。じゃあラスト40連目いきましょうか。さあお願いしますと。どうせなら。ああ、さすがにね。さすがに、せめて装備来て、来ないと、いう感じですね。ということでね、ようやく占いガチャが解放されて、まあ、40連回してみたんですが、まあ、ベガとね、サガットゲットできたんで、まあ、良かったかなと思いますと、いうことで、まあ、これでちょっとストーリーの方も、ようやく進めていけるかなっていう感じですね。またね、何かあったら動画の方を出したいと思いますということで、よかったらね、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いしますと。それでは皆さん、また。